2018明治安田生命 J3 リーグ第27節ガイナーレ鳥取対鹿児島ユナイテッド FC の試合をお送りします。今日勝って昇格の可能性を残したいガイナーレ鳥取か、3位以下を突き放したい鹿児島ユナイテッド FC か、シーズンの終盤開幕戦を戦った両チームの激突です。それでは両チームのスターティングメンバーを確認しましょう。まずはガイナーレ鳥取です。ゴールキーパー井上亮太、ディフェンスは西山、海、井上力斗、中盤は右に9試合ぶりのスタメンの植松、移籍後初スタメン仙石とカニのダブルボランチ、左に魚里、そしてビートル・ガブリエル、フェルナンジーニョの2シャドウ、ワントップレオナルドです。鹿児島ユナイテッド FC のスターティングメンバーです。ご覧の11人で戦います。予想フォーメーションで見ていきましょう。4-4-2の予想です。ゴールキーパーアン・ジュンス、ディフェンスは田中、水本、平井で茅沼、中盤野岳、中原、吉井、牛の浜、そして2トップ園田、2試合連続得点の19番桐野です。さあ緑のユニフォーム鳥取、ここはロングボール、ビートル・ガブリエルが走っていく。しかしここは平井出が対応します。一旦ゴールキーパーに戻します。ゴールキーパーのアン・ジュンス、さあこのボールをカット、フェルナンジーニョ、中には2人、ブラジル人選手が2人いる、自分で切り込んで中にボール入れて、ビートル・ガブリエルのシュート、決まった。先制、前半の4分早い段階で得点はガイナーレ鳥取。ビートル・ガブリエル13試合ぶりのこのスタメンで早くも仕事をしました。その桐野の前ヘディング、桐野シュート、ここはブロック、もう一度ヘディングシュート、これも弾き返したスーパーセーブ、タッチライン終わりました。ピンチをしのいだガイナーレ鳥取、井上亮太、ここは2度のピンチをしのいだ。井上力斗が縦、戦国、魚里、前抜けるかというところですが、このボールもう一度カットできるか。さあフェルナンジーニョがボールをカットした、フェルナンジーニョ直接で狙ったシュート、追加点、前半の26分、フェルナンジーヌが決めたミドルシュート、ガイナーレ鳥取が追加点2対0。西山、前を見る植松、レオナルドが入っている、短くつないで西山からのクロス、レオナルドの奥、魚里が追っていく、フェルナンジーヌがボールを拾う、カニ、縦スペースへのボール、笛はありません。レオナルド立ち上がってのシュート、3点目、後半の30分、ブラジル人トリオが決めた。リーグ得点王のレオナルド、今シーズン17点目。一旦はペナルティーエリアの中で倒されていましたが、そこにボールがこぼれてくるというシーン。ここは中盤激しくボール奪い合います。フェルナンジーニがボールをキープ、ビートル・ガブリエルだ、ビートル・ガブリエル、ドリブルで持っていく、自分で打つか、レオナルド、自分で打ったシュート、決まった。この試合2得点目ビートル・ガブリエル、ガイナーレ鳥取は4点目。前半の37分、ビートル・ガブリエル今日当たっています。よし、一旦後ろに預ける、中原サイドに開いて田中、田中から低いボールだ、桐野がボールを受ける、桐野のシュート、決まった。1点返した鹿児島、しっかりと枠を捉えたこの見事なシュート、右足振り抜きました。魚里、レオナルド、チャンスになる、シュート、後半でも得点を挙げましたガイナーレ鳥取がこれで5対1。魚里を抱き上げるようなこのゴールパフォーマンス、レオナルド今日2得点目。
早沼。前線の選手たちはこの桐野は手を挙げて裏にボールを欲しがる。その桐野の足元、さあチャンスになるシュート。しかしここは井上亮太よく反応しました。桐野のシュート、よく反応した桐野。このシュートに井上亮太が反応します。ここは直接狙うか、ポストを叩く。直接狙ったこの中山のフリーキックはポストを叩いて、ここで試合終了。ガイナーレ鳥取対鹿児島ユナイテッド FC の明治安田生命 J3 リーグ第27節は5得点を挙げてガイナーレ鳥取が快勝です。